はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もモンスターファーム2プレイしていきます。お、出てきた。さあ今回第2回目ですね。やっていきましょう。はい、そして能力こんな感じになりました。今回はまあ前回とほぼ同じかな。銃トレをね、瞑想やって、で軽トレは射的やって、であとちょっとだけね走り込みをやったんで、ライフも少し上がってるかな。でもほとんど賢さと命中だけだと思いますね。はい、まあ、今回はこの能力で、まあ、ゴリ押しでね、賢さ命中ゴリ押しで B ラン勝っていきたいなと思います。7ヶ月で B ラン勝てるんだったらすごいよね。はい、で、まあ、ここら辺打っていくことになるかな。デスカッター、デスエナ、まあデスエナかな、デスエナ打っていってやっていきますか。まあね、8割方勝てると思うけど、2割ぐらいちょっと心配だな。だってあるかもしれないじゃん、あの20% とか 10% の、いやでも 10% とか 20% じゃないか、回避そんなにないから 30% とかのね、レフトナックルとか飛んできたら無理だよ。リキエルのパワー系が高い、怖いね今回。うわ、スパイが一体いない。チラベールどこ行ったの。あ、いきなりリキエル来たな。これで結構決まるかも。上の方にザコがいたよね。まずリキエル怖いな、この耐久性能なんで。デスエナ75か。まあまあ、一発二発かわして、当たるね当たるね。ちょ、嘘でしょ。まあ確かにクリティカル技だからな。いや、これ痛いな。いきなり来たか。まあ50仕方ないね。いつもみたいに 10%、20% があったら怒るけど、50、40仕方ないね。ただリケールがこれ連勝されるのが怖いんだよな。怖いよ。いやー、最初の方にパワー系揃ってんな。まあ一回負けたぐらいじゃね、へこたれないんで。バルーム盛り歌を出していきたいね。どう、よしよし。いやー、さっきかわしてほしかったぶっちゃけ盛り歌さ、当たってもまあガッツダウン食らうぐらいだからいいんだけど。いたたたたた、デスカッターでいいか。一つも欲しい。いいね。よし。どれぐらい？ああ、出るね。ガッツダウンもでかいな。ガッツダウンが効くんだよ、こういうやつには。追い詰めて、あと残り2発。まさか外れないよね。98%。さすがに。だって100回打ったら、98回当たるってことでしょ。絶対ありえないから、外れること。絶対ないから、今回。なんだかね、ちょっとリケール戦は運が悪かったしね。40% プラスクリティカルでしょ。まあ、なかなかの確率だと思うよ。10% ぐらいの。負けてくれるかなんだよな。サンジュラス。やばいよな、なんか。こういう時さ、絶対勝ってくるからな。だって本当に、コンピューター戦が五分五分なんであれば、7連勝でしょ。まあ、これ抜いたとして6連勝ありえないでしょ。しかも負けたやつがね。お、いや、運がいいのはいいんだけど、ちょっとリキエルが、リキエルがどうなるかな。運はいいよ、今回。貯めて、デスカッター打ちたい。75か。ちょい心配ではあるけど、よし、強いね。デスカッターも強いんだよな、なんだかんだ言って。96%。あ、今回結構確率通りかも。ちゃんと当たってるね。確実に決められる、これ。ナイスナイス。もう一発。OK。今回ちょっと確率通りかもな。なんかいつもと違うぞ。いつもだったらそろそろ外れるコーナーなんだけど、今回熱いね。いや、それだけに、リキエル。リキエル。誰次？アスピンか。違うな。バルムか。頼む、バルーム。おかしいでしょ。おかしいでしょ、これ。絶対ヤホチョウだと思うよ。いや、まさか、残り6連勝してやられるってことあんのかな。アスピン。こいつ、まあ、言ってパワーないからな。まあ、適当にね、フリッカーとか打たせて、勝てんじゃないの。フック。こいつはデスエナで確実に決めた方がいいな。
ガッツ回復早い。フックね。ここら辺打ってたらもう安全だな。ガッツダウンもないし。ジャブ。こいつの連打がうざいんだよな。よいしょ。デスエナ 85%。いいね。もう一丁。いや、デスエナ強いな。デスエナがマジで強い。あ、安らか来た。本気の安らか。いや、ちょ、リキエル負けてよ。リキエルが負けないことにはちょっと、どうしようもないんで、これ。ロベニール兄さんぐらいかな、次。いやー、スパイのピラトが、あ、デューですか。はい、強すぎる。強すぎるデューです。神でしょ、こいつ。まあ、決勝戦でもいいね。さあ、サンジラス。ここちょっと注意必要だな。こいつ強い。力技の方がいいか。いたたたたた。賢さパワーあるからな。まあ、デスカッター、いや、デスエナだな、ここは。まあまあまあ。ガリアスね、ガッツ回復も早くないし。デスエナで。うわ、打てねえ。やべ。やばい、これ。よし、90%、89%。ああ、言ってそんなに削れねえな。よし、来た。よし、来た。決める。OK。いや、デスエナこれ外れたらやばいっすね、逆に。今当たりまくってるからいいけど、後で外れたらやばいよ、俺。あ、でも残りがさ、石壁と、ザコ、スパイ。これいけんじゃないの？言って B で、下から数えた方が早い2人だよ、これ。あ、リケル2回目負けたな。いやー、こいつに負けは許されない、マジで。こいつにだけは負けは許されないね。まあ、ピラトは勝った当たり前だから。本場ね。勝ったな。絶対勝ったでしょ、これ。絶対ミスだって。力技打った方がいい、本場だったら。まあ、叫び声でもいいよね。その前飛んでくるよ。デス勝った。おっと、叫び声。弱いよね、これ。カモだわ、こいつ。120、よし。もう一丁。さよなら。おっと、マジで。来たな、やっぱ。一回ぐらい80後半外れるね。それを見越して戦わないといけない。あー、マジか。ほい。完璧。さあ、これ行くだろう。あ、でも、リキエルと再戦しようかな。あるかな？変なやつと再生したくないからな。リケールだったらいいんだけど。変なやつが来る可能性あるんだよな、これ。ロベニールとかさ。これワンチャンあるかな？ちょっと危険するか、ピラトー戦。ちょっとリベンジしたよな。ちょ、変なやつ来ないでね。あー、ないな、これ。まあ、次の、リケールがアスピンに勝てば決勝戦いけるから、ちょっと危険しよう。先輩。どうぞ白星、あとで振り込みお願いします。いや、そのレベルだから絶対負けない。いや、頼むよ、これアスピンにちゃんとリケール勝って。あ、来た、この野郎。まぐれ勝ちしやがって。大リベンジ決めるからな。まあ、さっきはね、なんだかんだ言って作戦ミスがあった。もうこいつに一発系の技を打たせたらダメ。ワンツーで、ワンツーで。踏みとどまる。まあ、何回もそんな幸運が続くと思うなよ。来いよ。いたたたた。ぶっ倒れてるんだけど。ちょ、いたたたたた。追ってみろよ。ちょっとそっち以上行くなよ、お前。二列目以降行くなよ。ちょ、待って待って待って。撃てない撃てない撃てない。ちょ、待って。来た、この野郎。このウサギ。あ、来た。ザーコが相手、待ち、嘘でしょ。ザーコが相手、ちょ、待って待ってね。待って待ってね。ちょっと、お前、時間取りすぎだって。なんでそんな時間取んの。ザーコが来た。危ね、こいつの根性詐欺にやられるとこだったな。あいつずるいよな、根性出してさ、自分だけガッツ貯めてんだもん。そんな卑怯な技、二度と使うなよ、マジで。よし、大リベンジ。いや、完勝だったね。
干渉だった。いや危ない危ない、干渉だったけど危なかったねそれは正直あった。いやよかったよかった、まあ、そんなにね連敗はないから。3900、これ人気もいくよね。危険者機動、わあこれ危険者分かな、微妙なんだけど。さ能力は、いやーこれライフと命中があってほしいんだよね正直。まあいっか。何これテクニック、怖っ。これチャッキーになるとかないよな、チャッキーの原型じゃない、デク人形。何に使うんだろう。はい、ということで、ね、第2回目で B 突破ということで、いや、やっぱり強いね。まだ8ヶ月。で、3段階目かな ?3 段階目か。まあ、4段階目かもしれないけど、ちょっと待って。でね、B 突破なんで、まあ、さすがのエリート選手。この勢いでいきたいね。ただ、次は、まあ、A か S になるんで、そう簡単にはいかないと思いますけどね。もうちょっと耐久性のいるかな。で、今回もちゃんと活躍してくれましたね。やっぱデスエナジーの命中率って半端ないよな。これと 20% ぐらい違うもんな。まあこれのおかげでなんとか勝つことができたと。結構でもデスカッターもやっぱデューレスみたいな相手には強かったですね。はい、という感じで、次回以降ねまた AS になってくるんで、まあ結構育ってるかな。1年ぐらい育てて、じっくり育てて、はい、次回はやっていこうかなと思います、多分ね。ということで、今回の動画はこれで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画、面白いと思った方は、高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど、すべてお気に触ってますので、よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。